私はこのオオカミと出会って自分の気持ちにこう素直になるっていうことはいかに大切かっていうことがよく分かったと思うんですね。見えていた頃は一人でカフェに行ったりしていましたので、和スイーツケーキセット、もう一度そういうことが可能になるっていうのはすごく嬉しいですね。1000円、誰なんだろうって思いながら話すのとは話の進め方が全然違うなっていうふうに感じるので、お茶、時間は14:28です。目が見えにくくなったり見えなくなったりっていうのは落ち込んだりすることもあるかと思うんですけれども、そこからまた希望を見出して自分がやりたいことをやるためにこのオオカミはすごく役に立ってくれると思います。